訪問歯科スマイルチャンネルです。今回のテーマはおえっとならない舌掃除の極意です。食べかすや唾液、剥がれた口の粘膜が舌についた舌苔、熱くなると口臭の原因にもなりますから、定期的な舌掃除が必要です。でも舌掃除はおえっとなるから苦手という人が多くいらっしゃいます。こんな人におえっという嘔吐反射が起こらない舌掃除の極意を教えちゃいましょう。まずは舌掃除をする前に舌にギュッと力を入れましょう。こうすることで嘔吐反射が起こりにくくなるんです。じゃあベロの掃除をしますね。ベロを出してください。そして力を入れてください。叩きますね。そして舌掃除は舌の先からブラッシングしていきましょう。いきなり口の奥に舌クリーナーを入れてしまうとおえっとなってしまいますよ。舌掃除の時間を区切るのもポイントです。3つ数える間だけ我慢してくださいねというように、事前に舌掃除の時間を伝えるとご利用者さんも安心してくれますよ。今から3つ数える間我慢してくださいね。舌を出してください。1、2、3。こうすればそれまで嫌がっていた人も気持ちよく舌掃除を受けてくれると思いますよ。それではまた。